10周年ということで、まあ、いろんなキャンペーンも増えておりまして、まあ、ドラクエ10オフラインもね、もうすぐ発売するということで、まあ、ドラクエ10自体の注目度が上がっている状態で、まあ、結構、まあ、新規プレイヤーさんだったりとか、復帰プレイヤーさんが増えているということらしいですね。ちょっと個人的にはそこまで増えてるのか増えてないのか、あまりよくわかっていないですが、うちのチームの方でも、数名ね、久しぶりにログインされた方がいらっしゃいまして、ツイッターとか見ててもね、新しくドラクエ10始めましたという方もいらっしゃいますしね、久しぶりに、数年ぶりに、復帰しましたみたいな方もいらっしゃいますので、まあ、確かに増えているのかなという印象はありますよね。で、復帰した人なんかの間では、まあ、いろいろね、便利になっているということで、まあ、カルチャーショックみたいな感じなのを受けるみたいな話を聞くこともありまして、まあ、ドラクエ10年間で、まあ、とても遊びやすく進化していったんだなというのを感じることができますね。これからもどんどん遊びやすくなっていくということなのだと思いますが、まあ、提案広場なんか見てますと、もっとここをね、改善してほしい、新規の人が遊びやすいようにしてほしいみたいなご意見も結構寄せられていましてですね。でまあ、その中で、まあ、ちょくちょく見かけるのが、まあ、レベル上限解放クエストですね。まあ、これが非常に大変だという内容のものなんですね。まあ、最初はレベル上限50になっているので、まあ、レベル46ぐらいかな、から受注して、でも初めはレベル5ずつ上げれば、新しいレベル解放クエストをゲットと。で、まあ、90以降だと、まあ、3ずつ上がっていくとか、まあ、110以降だと2ずつ上がっていくとなってくると、まあ、何度も何度もね、レベル解放クエストを、まあ、割と頻繁にというか、こまめに、やらないといけないというのが、まあ、結構大変だというのも、まあ、わかるような気がいたします。私がプレイし始めた当時というのは、まあ、確かレベル上限が80が、最初80で、まあ、初めてすぐ85が解放されたのかな。まあ、それくらいの時期だったと思うんですが、まあ、80から始まった、最大80から始まっていたので、まあ、55のやつと、60、65、70、75、80。で、6つくらいのクエストをやれば、まあ、当時のね、最大レベルに達することができたため、まあ、そこまで大変、まあ、大変といえば大変だったけど、まあ、そこまででもなかったのかなと。で今だと、最新のレベル上限に追いつくには、まあ、22回かな？うん。それくらいレベル解放クエストもありますので、まあ、特にね、レベル100までは、エンデュースライム棒も使いますし、まあ、メタキンメダルだったりね、メダル迷宮券だったりと、まあ、レベルも上げやすくなってきていますので、まあ、すぐに上限に達してしまって、毎回クエストをやるのが大変、メタキンとかメタル迷宮が使いづらいといった問題も起きているということのようですね。ではそこでレベル解放クエストを、まあ、なんとかしてほしいと。みたいなご意見の方が、まあ、結構いらっしゃるということですね。で、まあ、これなんですが、まあ、どう考えていけばいいのかと、まあ、結構難しいと思うんですけれども、まあ、一つ言えるのは、レベル解放クエストって、まあ、メインストーリーを理解する上で結構重要なことが語られていますので、まあ、基本的には、クエスト自体をなくしてしまうっていう選択肢は、まあ、ないのかなと、思いますよね。では、そのクエストの内容自体も、まあ、バージョン6から開始してしまうと、まあ、正直あんまり関係なくなっちゃうんですね。まあ、
この時系列的にこの矛盾が起きるというか。うん。だからまあ、バージョン6から開始した人は、クエストをなくしてもいいんじゃないかみたいな意見をね、挙げられている方も、まあ、いますよね。で、まあ、こういうのって、まあ、単純にクエストを廃止することで、まあ、便利にすればいいというものでもなかったりするんですよね。まあ、便利になればなるほど、まあ、プレイヤーにとっては喜ばしいことのように思えるかもしれませんが、便利になったことで、プレイヤーたちに、まあ、悪い影響を与えてしまうっていうことも、まあ、あったりするんですね。で、その原因となっているのが、まあ、いわゆる、業者と、まあ、呼ばれている存在ですね。では、業者というのは、まあ、今でこそかなり減っていてね、ほとんど見かけることはなくなったんですけど、まあ、いわゆる、RMT ですね、リアルマネートレードと言いますが、まあ、それを、RMT を、斡旋する業者ということになります。まあ、不正プログラムを使って、まあ、ゴールドを大量に稼いで、でそのゴールドを、まあ、売ると。まあ、要するに、現実のお金、で円を使って、まあ、ゲーム内のお金、ゴールドを買うっていうのが、まあ、RMT なわけですが、この RMT ですね、ドラクエ10に限らず、ほとんど全てのオンラインゲームで禁止されている行為となります。まあ、この RMT の何が悪いのかという点についてお話しすると、まあ、それだけでね、結構時間がかかってしまいますので、またの機会にしたいと思いますが、まあ、わかりやすいところで言うと、RMT 業者を放置しておくことで、アストロティア内でインフレが起きてしまったりとか、一般プレイヤーが不利益を被ってしまうということが起こりうるんですね。ですので、まあ、プレイヤーに便利なようにと、まあ、システムが改修されることで、まあ、これら業者たちにとっても便利になってしまうと、まあ、プレイヤーがゴールドを稼ぎやすくなりましたと。プレイヤーがレベルを上げやすくなりましたってなると、まあ、業者たちも、ゴールドを稼ぎやすくなったり、業者たちもレベルを上げやすくなったりと、まあ、業者の活動が活発になってしまって、まあ、結果的にプレイヤーたちにとって悪い影響を与えてしまうということが、まあ、起こりうるわけですね。実際、バージョン3の時代だったと思うんですが、素材屋の帽子のクエストっていうのが、この時代に追加されまして、まあ、アスと涙の結晶を作る、っていうクエストですね。で、そちらの、まあ、最初、受注するやつが青い帽子のクエストなんですが、まあ、赤い帽子のクエストっていうのが、バージョン3の時代に追加されると。で、この赤い帽子のクエストをクリアすると、まあ、結晶が、まあ、圧倒的に作りやすくなるというものですね。で、このクエストの受注条件っていうのが、また、確かバージョン2を全部クリアするとかな、まあ、それぐらいだったと思うんですが、まあ、この受注条件になったっていうのが、まあ、一般の普通のプレイヤーはみんなストーリーをやっている人が多いと。でも、業者は、まあ、基本的にはストーリーやらないんです。ということで、まあ、普通のプレイヤーさんにとっては、まあ、結晶が作りやすくなるわけですが、まあ、業者には恩恵がない。まあ、そういった条件になっていたわけですね。あと、職人の修正権っていうのがあって、1週間に1000回までしか職人活動ができないっていうのが、あるわけですね。これも一般のプレイヤーさんで、1週間に1000回以上職人をする人っていうのは、おそらく、まあ、あんまりいないと思うんですけども、まあ、不正プログラムで24時間職人をやり続けている業者にとっては、まあ、週1000以上の職人をするので、まあ、大きなダメージがあったというわけですね。では、この赤帽子のクエストの追加と、職人の修正権の追加っていうので、まあ、業者が本当に一気に減っていったんですね。で、
昔は、私がドラクエ10を始めた頃っていうのは、本当にね、目立たない洞窟の奥とかね、人が普段あんまり来ないようなところに、まあ、ストーリーとかクエストとかで、まあ、たまたま足を運ぶと、まあ、本当にね、業者がたくさんいてですね、まあ、不正プログラムを使って、まあ、延々と、モンスターを狩り続けたり、まあ、結晶を作り続けたり、まあ、こういうことが、まあ、よくあったんですよね。で、まあ、そのせいでね、まあ、結晶の価格は、まあ、当時、確か1000ゴールドとかね、それぐらいで、まあ、大量生産をすることができる業者なら、まあ、結晶で稼ぐことができるけど、まあ、一般のプレイヤーが、まあ、結晶金作っていうのが、まあ、なかなかしづらい状況だったりしました。で、赤星のクエストとか、職人の修正弦の追加を契機に、まあ、業者は、まあ、一気に減っていって、まあ、今はほとんど見かけなくなりましたが、まあ、その結果、結晶はだいたい3000ゴールドぐらいになって、まあ、一般のプレイヤーでも、ゴールドを、まあ、結晶金作をしやすくなったということですね。ということで、まあ、基本的には、便利になった方がいいんですが、まあ、便利になりすぎればなりすぎ、まあ、種類にもよりますけどね。便利になりすぎると、まあ、業者が活発になってしまって、結果的にプレイヤーに悪い影響を与えるということが、まあ、起こりうるわけですね。特に今では、バージョン6からプレイできるということもあるため、まあ、レベル上限解放のクエストを、例えば緩和したりすると、まあ、すぐに、業者たちが、まあ、レベルを上げて、まあ、大量の業者たちが、転生境に乗り込んでくると。で、その、展開の素材を取り尽くしてしまって、でも一般のプレイヤーが、フォーレス鉱石とか、まあ、転生の糸が、とかを拾っても、あんまり高く売れなくなってしまうと。キラマラ金作ができなくなってしまうということもあるかもしれない。で、まあ、レベル解放のクエストの緩和っていうのは、まあ、もっと別の理由で、まあ、単純にシステム的に、この、クエストをなくしにくいとか、まあ、ストーリー上の関係で、やっぱり、ぜひプレイしてもらいたいということで、まあ、緩和しづらいのかもしれませんが、まあ、もしかしたらこういったね、レベルを上げやすくしすぎてしまうと、まあ、業者たちが活発になってしまうといった事情もあるのかもしれません。まあ、プレイしててね、多少、不便だなとかね、ここなんとかしてほしいなとか思っても、まあ、業者対策のためにあえて、なかなか便利にすることができないということもあるんだと。ということを、まあ、念頭に置いておくといいかもしれません。というところでね、今回はこの辺で、どうもありがとうございました。